群馬県出身で、中学、小学校もそうですけど、群馬でサッカーやってて、選手権で活躍したいって思いもあったので、やっぱり地元でこう強いチームに行きたいってなった時に、矢部市育英高校を選んで、進学した形になります。それまでは群馬県内というか、そこでの通用する技術だったりとか、プレイヤーだなっていうのは自分の中で感じていましたけど、全国大会に行ってやっぱり優勝できたっていうところで、自分の力が全国でも通用するところがあるっていうのが、まずこう知れた大会だったので、いい経験だったと思いますし、逆にこうチームとしてどう向かっていくかみたいなところも、本当に負ける気がしなかったですし、あの時は大会中にどうやってメンタリティを持ってチーム全員どうやっていくかっていうところの、ミーティングだったりとか話し合いを続けた積み重ねが、ああいう自信になったっていうのはものすごく感じたので、その選手権のシーズンだけじゃなくて、それまでどれだけ目標に向かってこう熱くやれるかっていうのがすごい大事だなっていうのを、その優勝の瞬間、やっぱこうやってやらなきゃいけないなっていうのを少し感じれた部分があったので、素晴らしい大会だったなって思います。やっぱりなんか日本一になって全然燃え尽きなかったですし、僕は逆になんかここに来てもう一度もう二度もう三度って日本一を取ることがやっぱり自分の価値を示す部分だと思うので、すごいでかい大きい目標だと思うんですけど、やっぱ自分を超え続けるっていう部分に対しては、その日本一っていう結果は人生の中で原動力になっていると思います。夢とか憧れじゃないですかね。今大学に来てもそうですけど、あれだけ観客の皆さんが入る大会っていうのはなかなかないですし、3年間の集大成っていう部分もあるので、そのために3年間努力したりと頑張ってきた、やっぱりそれが全て出るのが選手権だと思いますし、やっぱりちゃんとやってなかったら負けますし、でもだからこそ、その選手権のちょっと前だけじゃなくて3年間本当にこう何があっても選手権で優勝するっていう強い思いが大切だなって思ったので、そういうのもひっくるめてものすごい夢のある大会だと思います。軸にあるのはやっぱ運動量だと思うので、どこにでもいるなというか、そういう選手になりたいと思いますし、でもその中で叶わない選手がいるというか、プロではそういう運動量の選手で僕よりも走れて強い選手はいるので、やっぱり自分の武器であるこう背後へのパスとかビルドアップもそうですし、やっぱり前向きなプレーというか、こうやっぱ中盤でこう勇気あるプレー、こう前向きなプレーが自分の特徴だと思うので、そこの武器を出していくことが大切かなって思います。自分はそういうインソールとかまだ使ったことなくて、初めて使わせていただいたんですけど、僕結構、キッカーっていうのもあって外側重心でずっとサッカーしてて、今回の怪我もそれが原因でちゃんと筋肉が使えてなくて怪我を負ってしまったんですけど、外側重心を直してくれるというか、足全体でこう支えてくれているっていうのがすごい感じれるインソールなので、そういうやっぱ外側重心とかっていうのを理解して、やっぱりそこを直すというかしっかりやれるっていうのはものすごくいいインソールだなって思います。僕釣るとしたらふくらはぎしかないんで、いつも試合中とか移動中とかも使わせてもらったんですけど、大学サッカーもそうですけど、やっぱ長距離移動がバスの中であったりとか、同じ姿勢で何時間もいると、やっぱり試合の入りとかでうまくこう体が動かないっていうのが多々あったので、そこができるところっていうのはものすごくいいなって思います。足首のサポーターもいつ出してもらって、やっぱそれも本当につけてる感じがなくやれるというか、僕も足首すごい弱い方なので、また復帰してから使ってみたいなと思います。捻挫自覚なくやっちゃうタイプなんで、関節が結構緩いんで、練習終わったとは痛えなみたいな感じで思う時もあるので、このやっぱ足首弱い選手はつけるべきだなと思います。5年後に一番上にいたいっていうのがあります。僕入団するのは横浜 FC で、今 J1 でも苦しんでいて、まずはそのチームを自分の力で救うっていう強い思いを持って来年はサッカーする。やっぱりそこは自分の弱点であるこうフィジカル的な部分とか、そこに向き合っていくまず1年にしていって、やっぱり5年後には絶対代表に入りたいっていう強い思いがあるので、僕はやっぱり一歩ずつ登ってきたタイプだと思うので、本当に地に足つけて
やっぱり5年間で絶対変われるって信じてるんで、絶対5年までには A 代表に入って活躍するっていうのが今の自分の目標です。